江門の三郎と弘法大師江門の三郎は四国霊城にまつわる伝説上の人物。天長年間の頃の話である。伊予国を治めていた河野家の一族で、受けな軍ん荏原里の豪能で、江門の三郎という者がいた。三郎は牽性を振るっていたが、欲深く、民の人望も薄かったと言われる。ある時、三郎の門前に見すぼらしい身なりの僧が現れ、宅発をしようとした。 サブロは家人に命じて追い返した。翌日も、そしてその翌日と何度も僧は現れた。八日目、サブロは怒って僧が捧げていた蜂を竹のほうきで叩き落とし、蜂は八つに割れてしまった。僧も姿を消した。実はこの僧は工房大師であった。サブロには八人の子がいたが、その時から毎年一人ずつ子が亡くなり、八年目には皆亡くなってしまった。 悲しみに打ちひしがれていた、サブローの枕元に大師が現れ、サブローはやっとそうが大師であったことに気がつき、なんと恐ろしいことをしてしまったものだと後悔する。サブローは残悔の気持ちから、田畑を売り払い、家人たちに分け与え、妻とも別れ、大師を追い求めて、四国巡礼の旅に出る。二十回巡礼を重ねたが出会えず、大師に何としても巡り合い、気持ちから、 今度は逆に回ることにして、巡礼の途中、阿波国の夜景山寺の近くの杖杉安で病に倒れてしまう。四季が迫りつつあった、三郎の前に大師が現れたところ、三郎は今までの火を泣いて詫び、望みはあるかとの問いかけに依頼せには、河野家に生まれ変わり人の役に立ちたいと託して、息を引き取った。大志は、路傍の石を取り、絵門の三郎と書いて、左の手に握らせた。 天朝八年十月のことという。翌年、伊予国の領主、河野一霧に、長男の生き方が生まれるが、その子は左手を固く握って、開こうとしない。一霧は、心配して、安陽寺の僧が祈願をしたところ、やっと手を開き、エモ門の三郎と書いた石が出てきた。その石安陽寺に収められ、後に、石手寺と寺号を改めたという。石は、玉の石と呼ばれ、 自報となっている。移説もいくつかあり、エバ原ではなくデラの掃除をしていた時とするものもある。また、空海に再開したのは20回順打ちした後の3回目の逆打ちの途中とする話や、石は、エモンのサブローが旅に出た時に持っていた黄金の塊を空海に渡そうとしたら、いつの間にかただの石になっていて、空海が再び、エモンのサブローに握らせた、という話もある。 このエモ門のサブローの伝説が四国変論の始まりとして広く知られている。亡きこの母大を弔い、悪号を悔い、大師にわびるための巡礼という意向を重ねることにより、やがて大師に巡り会えるという話から、大師が今も四国を回っておられ、一心にお四国巡りをするうち、いずれかどこかで大師に巡り会えるという信仰や、いわゆる逆打ちなどの言い伝えにつながっている。 なお、エモンのサブローの石は現在も石手寺に建て祭られている。松山一江原町にはエモンのサブローの八人の子を祀ったと言われる奴かが今も点在している。ありがとうございます。